22人で、9日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。北海道は5658人、神奈川県は4452人など、全国で68894人でした。埼玉県では3656人確認され、先月後半から増加傾向が続いています。今のうちに後ろに下の裏にね、仏さんの盆地1枚ずつを書いてくれてるので、渡るときに1例だけでもいいので、よかったらお願いします。